の人はすごい。まだ平均余命40の頃に、やがて50歳日本人が生きるようになるって考えたのかな。でそこで14歳の元服を何歳に大人の設定をするかをヨーロッパへ行って調べてきたんです。ヨーロッパ行くと18やとか19ってあって、20歳ってのは一番高齢なんですよ。でそれを日本は採用しよったのね。だから14歳の元服から20歳、法律で20歳を成人にしよった時に6歳バーンとその大人にする時間を遅らせとくんですよ。でそうなることによって50歳に平均余命がなった時に使えるどころか60まで使えるんですよ。20歳まで持ってあげてるとね。でだから長いこと日本の成人の設定はうまいこと言ってた。ところが昭和の30年代ぐらいに入るところから平均余命がパンパン上がって、もう戦争やめてるから長生きするようになってきて、で世界の先進国と言われる中で一番後から来て一番早く高齢化してるから、その時に対応していかなあかんんです。まあその頃僕も福祉の仕事をやってたんでそれの対応をやるんですけど、そのところが世の中の人にそういうことを説明したってなかなかわからない。だからもう何、就学のね、要は成人設定から就学を何歳にするかを決めていかなあかんんです。そのところが成人の設定を議論してないんですよ。それどころか20歳やったのを選挙権を18に下ろすとか言ってやってるんです。いやもちろん子どもの意見を聞くことはいいことですよ。だけど近未来の責任を子どもに決めさせるのはダメです。今大人が決めなあかん。近未来、要はオリンピックやるのかやらないのか子どもに聞いたら、子どもがやりたいの決まったら大人が判断しなあかんと、こういうことなんですね。だから国民の平均余命が長くなるっていうことは、要は物事の基準をちゃんとその設定をやり直さなあかん。どこをやり直すのか言ったら、就学の年齢じゃなくて成人の設定なんですよ。成人の設定を決めることによって全てが決まってくる。だから今80年の人生の中でね、20歳ってのは大体昔で言う中学生ですよね。昭和の初めの中学生ぐらいです、年齢的に。だって大人になるのが20歳でですよ、今の子なんて多分100ぐらいいくよ。大人になってから80年生きていくのね。そんなん絶対無理、生きるのは生きますからね。要はそれはもう30超えなあかん、100年生きんやったら成人の設定はということを僕は思ってて、少なくとも80年の人生、80年の中で成人設定を決めるということをやらないと、全部年金から何か全部、だって20歳から年金かけてるんだよね、みんな。その年金制度決まった昭和23年24年かぐらいは20歳の人はほとんど社会人です。なんだよったら大学に進学したのは 5% ということは、95% はもう中学もしくは高校を出て就職してますから、大学行ったのは 5% だとすると、20歳の人に例えば年金を免除したって95% がかけるからね。でそこから40年かけるんですよ。で20歳から40年、20歳っていうのがほとんど社会人だし、そこから40年かけると60ですよ。で60までかけて、そしてそこから今度は払い戻しもらう側に回るんです。さあ今20歳の子にかけるだってそんなもん、自分で社会人になってるやつなんてほとんどいません。みんな大学行ってるし、それをかけようと思ったら子供の年金を親が金払うって、こんなものは何の子供が老人になった時の金を何で今育ててる親がかけるなんて話なんですよ。の論理的な大変な矛盾ですよね。でどうしたらいいかって、30からかけたらいいんですよ。30から40年間かけたらいいの、ね、そうでしょ。10年スライドしたら30だと日本人のほとんどが社会で出てます。
まあ、中にまだない引きこもりとかやってるやつはいるけど、まあ、それは 5% 以内に収まる、免除してあげたらええねん。でほとんどが収めて40年間70までですよ。70からもらえばいいわけでしょ、年金は。何を言うてんねんって、そんな20歳からかけさせてるからこの制度が壊れてる。10年スライドプンとするだけで年金はちゃんとなる。なんでそれができないのかということですよね。毎日毎日国会で何をしてんねんという話なんですよ。そのほんで選挙権だけ18から、こんなの全くナンセンスですよ。その18から聞かんだよね。もっと言うと30から聞いたらええ。要は年金をかけていく時期が迎えた時を大人としたら30から意見を聞けばいいじゃないですか。その代わりに長いこと聞いんやから、ほんでだからシステムというのはそういうものなんですよね。我々の生活とか我々の生き方が全然変わっていってるのに、制度だけは明治に決めたようなものを目先だけ変えてからやってるから、それはもうほとんど我々の社会にはマッチしてませんよ。だってついこの間まで米国通帳いうのがあったんで、もう知ってるか、その日本は米は配給制やってんから、そんなもん20年ほど前まで配給制やで。こんなバカなね。もっと言うと売春防止法なんて法律なんかもあるんやけど、あれはやっぱりね、最貧国とか発展途上国段階は女の人が非常に犠牲になるから、こういう法律は絶対大事なの。そういうことない。もう今ね、日本の生活の中で女性を守るためにって売春防止法なんて決めてること、こんなもんはもう全然魔尺に合ってませんよ。だっていくらでもそんなこと売春の方にやられんでも仕事はあるんだから、わざわざ売春でも最貧国とか発展途上国はもうそれしかないやからね。そこへ悪いやつがその自分らは儲けて女性を売り飛ばすという格好を取ってるわけです。でだからこの国で男女雇用機会均等法なんて法律を作ってやっていくんだったら、男がもっと自立するプログラムを決めなあかん。そんなもん男は明治の頃からあんまり変わっとらへん。で偉そうに言ってる僕だって何にも自立できてない、ほんまに。もう今風呂の掃除するぐらいじゃできない。もうそれもだんだん腰曲がってもう上がるとか言うてるぐらいでしょ。でもそれが通るんやからやっぱあかんよね。うん、でもそういう動いたら村本さん偉い。